馬場さんの話に直にその質問疑問は多少あったけども、ダイレクトのものではなかった。しかし自己紹介を含めていろんな感想案が出てきたので、それをもう一回馬場さんなりに紹介されて意見をください。これからということでは悲しくないんですけども、今まで以上に多分強まってくるだろうと思うのは、一つの会社に就職をして、そのサラリーマンになるっていうか、その所属になるという立場も、それから、さっき、その勉強して、ずっとその学問の世界で行くっていう人もいらっしゃったし、やっぱり運動をされてるというおっしゃるわけですね。全部同じなんだと思うんですよね。僕は一応そうフリーランスの時代がもっと加速してくるだろうと思います。つまり企業に入っていてもフリーランスの気持ちでいるのかいないのかっていうのは非常に重要なんだと思うんですね。だからそれは NEC に入ってもね、その中の所属にはまり込んでしまうようなプレッシャーは当然会社としてはかかってくるわけですが、自分が個人でどれだけのその力と、それから知識と、それからさまざまな感性と、そういうものをその持ち続けて、それはたまたま仮の宿であるという認識をこれは持った方がいいと思いますね。つまり資本主義の論理っていうのはどういうふうに変化してもやっぱり利益追求の論理である、間違いないんで、でその追求の論理の中に、つまり人間というものはどうしても阻害されていきますから、ですから将棋の駒になってしまうんではなし、その人間がどうそういうメカニズムの中でその存在感を作り上げていくかっていうことは、そういう意味ではフリーランスの論理を常に身につけておく方が会社の中でもいい仕事は多分できるというふうに思うんですね。そこがそのメカニズムとか組織とかそういうものだけにそのなんていうか迎合していくようになりがちなんですが、そうなっていくと必ずその墓穴を掘るというふうに思います。これは運動をやっててもそうだろうと思うんですね。やっぱり個人の自立っていうのがやっぱり一番大事なんであって、運動が先にあるんじゃないんですね。で結局そのいろんなその考え方の違う人たちが一つの運動をやるっていうのは、企業がいろんな人たちを組織化しながらそこで、一つの利益追求をやるのと、ある部分ではメカニズムや論理は同じなんですよね。だけどその中でやっぱり自分のアイデンティティをどこまでこう確保していくかっていうことは、この世に生まれたか生まれないかという自覚っていうかね、それにかかってくるんだろうと思うんですね。だから一つの職業とか一つの企業とか、あるいは一つの組織あるいは運動体みたいなものの中で自分が決められていくんじゃなくて、自分がそれを動かし、自分がそれをやってるんだというそのことの自覚っていうのだけは絶対にこれからの時代にはですね、最大の私は必要条件なんではないかというふうに思います。で、安田さんがおっしゃったように、つまり学習院っていう大学のイメージから言うと、意外と言われるくらいしっかりした話だったと思うんですよね。で、それは優勝するわけじゃなしに、それぐらい学習院っていうイメージはあんまり軟弱なイメージが私には非常にありましたんで、むしろここにいらっしゃってる方少数だかもしれませんそのイメージっていうのはこうなんていうか影響されるというのは、私もやっぱり非常に間違ってるんだなというふうに思うんですけども、一番悪いのはレッテルハリじゃないですかね。そのレッテルハリが一番得意だな、日本共産党なんだけど、ああいうレッテルハリからはですね何も生まれないんですね。やっぱりその人をその学習ってのはこんなもんだっていうふうに思い込んじゃってね、それで何も接しないとか、ああいう連中はこうだみたいに思っちゃうってことは一番良くない。それをまた意図的にレッテルハリをするっていうような、そういうようなことっていうのは戦後のさまざまな運動の中にいっぱいありました。今の何ていうか支給派改革派もそうですよね。何が改革で何が支給だかよく分かんないんだけども、肝心の選挙制度の是非みたいなのがどっか行っちゃって、でレッテルを貼っちゃうと、そのレッテルが一つのなんか社会の空気を作り出しちゃって、その空気に支給派と言われてる連中は怯えちゃうみたいなところがあって、
ってね、うん、改革だったら何でもいいのかって言ったら、ろくな改革もしないのに改革かなって言われちゃうっていうところでね、胸張ってるって、これはおかしいわけですね。でそういうようなあのことが、情報化社会が進展してくれば進展してくるほど、それの具体的な問題としてたくさん出てくると思うんですよ。でそういうものをどうその抜け切っていくかっていう戦いっていうのはですね、会社にいても、あるいは、運動をしていても、学問をしていても、全てにわたって、出てくるのではない、レッテル貼りを知らない、しない、それから自分もレッテル貼りをさせないっていうね、そういうことっていうのは、とても大事じゃないかな、そんな気がいたしますね。それからあと、そうですね、私なんかはあの、今自分の夢なんですけども、放送という世界で長い間いて、放送局の局員でもありましたし、フリーで放送局に出演をしたりプロデューサーをしたりしてきましたけども、最終的には放送局を自分で作るだけしょうがないっていう、最近そういうふうに思い始めました。で、それがあの金もない時に本当にできるのかできないのかっていうことをいろいろ考えるんですが、実はよくしたもんで、だんだんそれが可能になっている社会に今なってきてるんですね。というのは、直接あのそれの仕事のこと関係ないようなんですが、情報として聞いていただきたいのはですね、日本の空に今放送に使われている星としては、大きな星がですね、放送衛星の他に通信衛星っていうのが2つ上がってるんですね。それはあの三菱が挙げたものと、それから伊藤忠が挙げたものと、JC サットというのと SCC という2つの星が、でこれのつまり中継料っていうか、365日占有しているその金額っていうのは年間6億、取られるわけです。そうするといわゆる通信衛星を使って全国に放送を流そうとすると、もう絶対にかかる費用が6億円なんですよね。まずとやっぱり個人で例えば人権放送局なんか作ろうとかね、そういうことを法律放送局作ろうなんて言ったら、そう簡単に6億円できないわけです。ところがこれが、来年から再来年にかけてですね、星がいくつか上がると思いますよ。で特にあの外国の星なんか上がるんですが、パンナムサットなんてアメリカの星が日本の列島を全部こうカバーしちゃうような星が、これが1000万なんですね。365日全部占有して、で1000万ということはどういうことを見せてるかというと、米が8倍だとか7倍だとかって言われてますよね。ところが1000万対6億というのは 60対1なんですよ。つまり60対1のプレッシャーがメディアの世界に日本列島にかかってくるんですよ、この間ですね。そうすると逆に今度は放送をやろうとする人間にとってはですね、6億かかるコストがですね、1000万のコストで済むわけですね。だから今までその放送局を作るのに数百億という金はどうしても必要だったんですけど、僕はやっぱり10億とか20億とかというスケールでですね、放送局が簡単にできて、で30人ぐらいの仲間が集まって、社長から一番下の若い人まで含めて全部が物を作り、それから情報を出し、それからセールスもやってるというふうに考えればね、そういうことっていうのは簡単にできるんじゃない。つまり出版がですね、その 3,4 人でも出版社ができるような状況が放送の世界でもやってくるんですね。ですから、そういう時代の中で私はその新しい放送局を少なくとも2、3年のうちに作ってみたいという夢を。じゃあどういうその放送局かっていうとですね、戦後 そのラジオテレビも含めてほとんどすで、に他の媒体で著名になった人間を出すことによってそれを再生産して儲けるという、つまりビートたけしが出てくるとビートたけしに、1回出演料400万を払ってですね、それで、週7本も出されると、そうすると、週で支出に応じていくらになりますか、2800万のギャラを払う、1ヶ月で約それだけで4回ですから、だいたい1億1000万か、いや1億600万か、そのぐらいになるわけですね。だからそのくらいのお金を出して、そのあるこう心情じだこれ、なんとか組み込んだっていうんで、そういうのにこう集中していくという傾向があるんですね。で、実はそうじゃないところには本当に1万とか2万とかで
仕事をやってもらうみたいなことになるというバカバカしいことが生じてるわけですが、実はあの日本 の, そのテレビというものが非常に間違った形の方向へ行ってしまったのは、新しいその文化とか新しいその才能というものをそこで生み出すような仕事というものをあんまりやらないで、いかにその儲かるかということだけに集中したんですね。ですから私が映像メディアを通じてその新人がそこで交流できるメディアっていうのを作れないだろうと、音楽をやってるんだったら そこにそれを発表する場と同時に優れた才能があれば CD を作ってあげて、で CD を流通に載せてあげて、そしてその確実にその人間が一つの採算ベースに乗る形の芸術活動ができるようなことのできる放送局ということができないだろうかということを前から考えていました。でこれは同じように、例えばイラストレーションの世界でも、あるいは芝居とかですね、いろんな創造的なさまざまな分野でそういうような才能ってのは眠ってると思うんですね。というのは今から3、4年前に私はアーというその雑誌を作ったんです。で1年間やって1年間でスポンサーが落ちましたから、それで休刊になってしまったんですが、17億冊出てる日本のそのコミック誌っていうのがあって、フルカラーで、出てるものが一つもないんですね。日本の出版社はものすごくたくさんあるんですが、集英社とか講談社とかああいうでかいところでもフルカラーのアートコミックっていうのがない。それじゃあそれ作ろうじゃないか、それを民放方式でやろうっていうんでスポンサーを口説いて5億円出させまして、それで12冊を作ったんですね。でその時にいろんな才能がどういうところに眠ってるかっていうことを全国暗示して調べてみると、やっぱりその皆さん初任給が20万とか17万とかって話があったんだけど、それこそ月に7、8万とか10万で食いながら一生懸命書いてる人で、すごいこう国際的なレベルの人もいるんですよね。でそういう人たちにやっぱり場を与えるっていうことを日本の出版界やってこなかった。で、たまにやろうとするとガロなんていうところがですね、ただで書かせてですね、出してやるっていう、これは ATG と同じ、ある種これは必要なことかもしれないけど犯罪的行為でもあるんですよね。つまりただで、そういう場を出してやるっていう形だけでいくことによってですね、じゃあその人たちは書かされるだけでですね、でその雑誌はやっぱり売れるわけですから、もうそういう格好でこう回っている回り方はいいんだろうかというふうにやっぱり言うのは、やっぱりそのちゃんとした仕事にはちゃんとした報酬が払われるようなメカニズムを作る責任というのはやっぱりそのメディアでずっと仕事をしていた我々にあるんじゃないかというふうに思いました。それにはそういうその登竜門であり、それからその後のフォローができるそのメディアを作りたいということが一つですね。それは今の出版界や今のその電波の世界に対するアンチテーゼもあるんですが、そういうことにお金を出そうとする人間を猛烈に口説いているところで、同時に批評ジャーナリズムというのを確立したい。でその日本にはつまり芸能スキャンダルジャーナリズムもありますけど、芸能ジャーナリズムというのはないんです。つまりそういう芸術とか文学も全部含めてですね、本当の意味で批評を確立するような作業をそこでやりたい。新聞には文芸評論とかいろんな形では出ますけれども、映像の世界では一切ない。でその映像の世界の中でそういうその批評ジャーナリズムっていうのをどうやって作れるかというともポイント。これは気が遠くなるぐらいすごく難しい作業だし、誰もやってないわけですから、誰もやってないことをそのやろうとするにはお金、人、それからさまざまな法律的な知識も含めてですね、現行の社会的なメカニズムの中で実現することはすごく難しいと思うんですけど、でもそういう難しいことをこう60過ぎてやるっていうことにこうなんとなく興奮するわけですね。だから、やっぱり面白いことに何かチャレンジしてみようと。で他の
人があんまりやらなかったことにチャレンジしてみようという精神を持ち続けることは、それたとえそれが実現しなかったとしてもですね、そこに向かって進むエネルギーっていうのはですね、やっぱり何かしらの影響をですね、世の中に与えることになると思います。僕はそのアナという雑誌1年で、辞めることになりましたけども、その1年の間実際お金を出してくれたアメリカの会社ですから、非常に戦いがありました、というのはある作家がですね、首吊りのシーンをその中にどうしても必要で入れようとするとですね、たまたまお金を出している会社のオーナーは熱烈なカトリック信者でして、首吊りとは認めないんですよね。つまり日米のその文化的なですね、違いっていうのがですね、例えばそういう一つのものにこうまとまった時に実は猛烈なその亀裂として出てくる。でこれをその納得させるのに大変だった。最終的にはもう辞めると、3ヶ月でもお金は全部あげるから辞めちゃうって、そういうわけにいかないと、これはどうしてもその表現をここで出さなきゃダメだっていうようなことで、交渉だけで、1年の6ヶ月ぐらい使いました。その時にアメリカの向こうの役員に、あなた方によって我々はいわば負けたことによってね、アメリカに負けたことによって我々は民主主義とか、それから自由っていうものをというものを初めて知った。それは表現の自由っていうものはあなた方がある意味ではね、日本にもたらしたものである。それをもたらしたあなた方がね、表現の自由をそこでカットするっていうことに関してはどうしても納得がいかないし、あなた方一体何を考えて生きてるんだっていうようなことまで交渉でやりましたけど、でそれはよくわかるけど、これは宗教の問題であってね、どうにもならない、だから我々も譲れない、とうとうその最終的な調整案でも別途にお金を出して別途の雑誌を作って、そこにはスポンサークレジットはいらないっていう格好で、でその作品が全部出しましたけど、例えばそういうような一つのチャレンジをしようとすると、さまざまなトラブルが起こってくるわけですね。でそのトラブルをなんとか続けたいためにですね、そこで妥協してしまうっていうことをやっていくとですね、それは何のためにそういう冒険をですね、やったか分かんなくなってますね。でそういうことは多分就職をしてもあるいはしなくても、これから特に若い学生の方々はきっとぶつかってくる。でそういうぶつかった時にちょっと考えてですね、考えた時にですね、どっちを選ぶか、右を行くか左を行くか、という時にですね、やっぱり後で絶対に後悔しない道をね選ぶ。それは後悔をするというのは目先の後悔が先に来るかも分かりませんが、しかし自分自身の内面にとって後悔しないという道を選ぶということだけは間違ってない。それを間違えると確実にですね、一生が何だったかということにぶち当たります。でその一生が何だったかということにぶち当たった時には取り返しがつきません。で取り返しがつくのは金が足んないとかですね、生活が明日どうやって生活するかということの方が取り返しがつきます。なんとかなります今は。ですから、食っていくことなんてなんとかなるので、なんとかなるということと、どうしてもなんとかならないということが、それだけは肝に銘じて、社会に伝っていただきたい、これが送る言葉の主催です。どうも時間が来ます。先に失礼します。どうもありがとうございました。各人の中で1人間どうぞ質問なんでどうぞ。はい、少し、はい、その首吊りの話なんですけど、でも極東裁判でディスバイハンギングってやったのは向こうですよね。そうです。その辺はどうなっちゃうんでしょうね。だから その辺のところは非常に要領よく、その時によって向こうも多分使い分けてると思いますよ、ね。だからガーンと来た時に、どういうふうに反論するかっていうことを、つまりこちらの方でも相当腹を決めて交渉するっていう姿勢がですね、例えば今の日米経済摩擦なんかって日本側の政府じゃないんですよね。だから外交の交渉っていうのもやはりそういう意味では相手の文化も知り、文化の矛盾も知り、こっちの文化のプライドもちゃんと踏まえてやらなきゃいけないんだろうと。ね、交渉ごとってとってもそういう意味では異文化の間で難しいことだと思うんですが、でもその必ず解決の道はね、妥協しなければあると思うんだ。僕はそういうその結果
表現の問題は出せたんですが、出したことは妥協だったと思ってないんですね。やっぱり話し合いの結果合意したことだと思ってるんです、ね、でそれはやっぱある種のしなやかさだしキャパシティの問題で、お互いの合意点をどう探るかっていうことに日本人は必ずしもうまくないというふうに。ちょうど3分、はい、ありがとうございました。じゃあ、はい。